ってください、はい、さあ、那瀬さん、いや今日はね、ちょっとテンション上がってるでしょ。もうスペシャルですね。そうなんです、はい、ということで今日はスタジオにですね、素敵なお客様をお迎えしております、はい、桃色クローバー Z の高木礼二さんです。礼二さん、桃色クローバー Z の高木礼二です。よろしくお願いします。礼二ちゃんは奈良は何回目ぐらいですか？中学校の修学旅行以来の2回目です。2回目、はい、今日は、ね、ちゃんとセント君もつけてきたんですよ。つけてきてくれてますよ。すごい可愛いです。あのせっかく奈良に来たということで、うん、今日はもっと奈良と仲良くなりたいなと思って。奈良といえば南さんじゃないですか。そうなのね。ちょっと一ついいですか、はい、いきますよ。いきなりですが、ホップステップハスカップ、何カップ？E カップ。おありがとうございます。ちょっと仲良くなれた気がします、はい、私今レンちゃん大好きです。奈良に来てよかった。本当です。また来てる、はいはい、ぜひぜひ。今日は何でお越しいただいたかというと、はい、素敵な DVD がおとつい発売になったばかりなのでございます。これどんな DVD？ これはですね、うん、6月25日に発売となったんですけども、うん、去年行った桃色クリスマスというクリスマスの私たちの一大イベントのコンサートの DVD なんですけど、すごいみんな暖かい格好してるね。そうなんですよ、うん、結構あの真冬っていうのがテーマなんで、うんうん、こうセットがね、うん、氷だったり、うん、生バンドでやったり、うんうんうん、ステージにスケートリンクがあったり、スケートリンクがあったの、はい、あのスグリ選手がパフォーマンスをしてくださったり、うん、盛りだくさんの内容となってますよ、ね、これパッケージもなんかすごい極寒な感じになってますよ。そうなんですよ、うんうんうん、極寒のステージが私たちのライブとモノノフさんの声援で熱くなるという、ね、はい、スケートリンクの氷溶けるんちゃうかぐらいの盛り上がりになっちゃいます。そう、ね、本当にすごい汗だくなっちゃいました、真冬なのに、うん、この日ね、那瀬さんライブ2日間あって、はい、もうすごいたくさんの方がお越しになったんですけど、うん、実はライブビューイングがありまして、日本全国各地で、一緒に盛り上がってた人がいたんです。うわ、素晴らしい企画ですね。たくさんのモノノフさんと、うん、ね、もちろん星形モノノフの皆さんはいらっしゃったと思うんでございますが、うん、はい、残念ながらこの日行けなかったという方はぜひこの DVD で見てね、はいはい、これから暑い季節なんで一緒に涼みましょう。これを見て、ね、ちょうどいいですね。去年の冬を思い出すにはちょうどいいかもしれませんもんね。行ってください、ね、奈良でライブとかやってくださいよ。あ、ぜひぜひ、うんうんうん、あのセットを鹿にしてセットを鹿にしたいなと思ってます。待っててください。いいかもしれない、ね、はい、さあそこでですね、今日皆様からいただくメールテーマはこちらでございます。私のアイドル。ふさわしいですね。レンちゃんもみんなのアイドルなんですが、いやいやいや、そんなレンニーさんはのアイドルは誰になるんですか？そうですね、やっぱ 私にとってのアイドルは、うん、今日南さんになります。あのやっぱり、ね、こう来て、はい、放送の無茶ぶりにも答えてくれる。しかも真実を言うっていうね。もう心を奪われましたよ。ありがとうございます。もう私たくさんの方に今からメールせなあかんと思う。すごい、いいカップですよ。違う、レニちゃんと仲良くなったよ。あ、そうなの。はい、ということでぜひ皆さんも私のアイドルをお送りください。ご紹介した方には番組特製のオリジナルグッズをお送りいたします。さあ、あっという間なんですが、残念ながら高木さんとはここでお別れになってしまうんですが、はい、じゃあ次お越しになるときは5人揃って、そうですね、ライブで、うん、皆さんぜひ待っててください。はい、ということでスペシャルゲストは桃色クローバー Z 高木礼二さんでした。はい、それでは皆さん一緒にやってください。はい、桃色クローバー Z、 バイバイ。ございました。見てね、本当にあっという間で、今度ゆっくり来てもらおう、ね、残念。はい、ぜひ。はい、さあ、では続きまして今日一日の県内の主なニュースをお伝えします。担当は越尾さんです。お願いします。